大阪すぐるは、東京都町田市出身の元陸上競技選手、ユーチューバースポーツ解説者。専門は長距離走マラソン。現在、株式会社愛、代表取締役。妻は元、SKE48 の橋本あゆみで、二児の父親。佐久長生高校、早稲田大学スポーツ科学部卒業、ナイキ所属。 2021年9月までのマネジメントはアミューズ。第26回ユニバーシアード男子1万メートル、優勝者、2013年カーディナル招待1万メートルにて、日本人が生新記録を受立。3000メートル、5000メートルの日本記録保持者。前、男子マラソン、日本記録保持者。代理人は、フェデリコ・ローザ。町田市立金井中学校で、 本格的に陸上競技を始めた。中学3年時の第33回全日本中学校陸上競技選手権大会3000メートルでは3位入賞した。3000メートルで東京都中学校最高記録8分41秒59をマークした。2007年に佐久長生高校に進学した。1学年上には村沢明信や後に 大学でも先輩となる平賀翔太や佐々木博文らがいた。2008年に5000メートルで高校2年生としては史上4人目となる13分台を記録。また、1シーズンに同一高校から複数選手が13分台をマークした初の例にもなった。その年の全国高校駅伝では自ら志願してアンカーを務め、1位でたすきを受けるとそのまま。 区間賞の活躍を見せ、またチームも外国人選手を含まない記録としては、過去最高の2時間02分18秒を記録し、佐久長生高校の初優勝に貢献した。翌2009年には2度目の全国高校駅伝に出場、大阪自身は1区で、区間賞を獲得し、同じ佐久長生高校出身である、上野雄一郎に次ぐ1区日本人、歴代2位となる。 29分06秒を記録した。チームは4位に入った。2010年、世界クロスカントリー選手権ジュニアに初出場して32位に入った。日本人では村沢に次ぐ二位であった。2010年、早稲田大学に進学。7月に、カナダモンクトンで行われた、世界ジュニア選手権1万メートルに、同学年の四方文則と共に出場。 8位に入賞し、仕方も9位に入った。同年の第22回出雲駅伝では2区を走り、先頭を守ったが後続に差を詰められ、本人魅惑悔しさの残る大学駅伝デビューとなった。早稲田大学は14年ぶり2回目の優勝を飾った。第42回全日本大学駅伝では2区で先頭の東洋大。 柏原隆二との差を20秒を縮めて、一区の遅れを取り戻す7人抜きの回想を見せた。その後、佐々木、四方一氏の活躍で、早稲田大学は優勝を飾った。同年11月22日に行われた第23回、アゲオシティマラソンでは1時間01分47秒を記録して優勝するとともに、伊達秀明が持っていたジュニア記録を更新した。 2011年の第87回箱根駅伝では一区序盤で集団から抜け出し1 0トル過ぎまで後ろをついていた高校時代の先輩である堂本直観を振り切り一区区間賞を獲得。早稲田大学はごく中盤まで先頭を守って東洋大学と27秒差の往路2位翌日の袋で 東洋大学を逆転して18年ぶりの総合優勝を飾った。また2000年の順天堂大学以来10年ぶり3度目の大学駅伝三冠を達成した。新戦で行われたユニバーシアードでは28分42秒83のタイムで優勝。日本人としては1995年。 福岡大会の渡辺康幸以来となる16年ぶりの優勝となった。翌2012年の第88回箱根駅伝でも一区を走り、同学年の服部正代を 11km 過ぎで振り切り、2年連続で区間賞を獲得した。2013年4月28日カーディナル招待で2位、日本人、学生1万メートル記録更新、高岡受生、 中山武幸、佐藤雄希に続く、日本歴代4位の記録27分38秒31をマーク。一挙に、日本を代表する長距離ランナーに踊り出た。日清食品グループ所属2014年に、日清食品グループと所属契約。その1年、ナイキオレゴンプロジェクトと二2席を置いていた。第98回日本陸上競技選手権。 大会兼第17回アジア競技、大会代表選手選考競技会1万メートルで2位となり、10月2日、2014年アジア競技大会1万メートルに、出場、28分11秒94で、銀メダルを獲得した。9月7日、リエーティミーティング2014では、3000メートルで7分40秒09、日本記録を達成している。 2015年元旦のニューイヤー駅伝では一区を走り、ラスト1キロからのロングスパートで後続を引き離し、区間賞を獲得。実業団駅伝デビューを果たした。ナイキオレゴンプロジェクト所属2015年年3月末日に、日清食品グループとの所属契約を解消し、ナイキオレゴンプロジェクト所属に専念する。 2015年5月31日、開催オレゴン州友人でのプレフォンターネクラシック1万メートルでは、27分45秒27。同年7月18日、ナイトオブアスレチックス5000メートルに出場し、13分08秒40で6位、8年ぶり、松宮隆行が保持していた日本記録を更新した。 同結果を受け、第15回世界陸上競技選手権大会の参加資格をクリア、8月4日に2015年世界陸上5000メートル代表に決定した。2015年世界陸上では予選1組目に出場したが、決勝出場に必要な着順5位にわずか0秒41及ばず7位に終わり、タイム順で拾われる5名も全て予選2組目から出たこともあり、 予選敗退が決まった。2016年第100回日本陸上競技選手権、大会1万メートル &5000 メートルの2冠を達成。2017年4月17日に初マラソンとなるボストンマラソンで2時間10分28秒で総し3位。日本人では瀬古敏彦以来で初めてボストンマラソンの表彰台に立った。 同年6月、日本選手権の1万メートルで連覇を達成。12月3日、第71回福岡国際マラソンで全体の3位、日本歴第5位となる2時間07分19秒で、ゴール、MGC の権利を獲得。同年、カナダ系の大手金融機関である、マニュライフ生命とスポンサーシップを締結。2017年現在は、 同プロジェクトの下、プロランナーとして活動中。妻氏と共に、アメリカに在住している。男子マラソン、日本記録2度更新、東京五輪男子マラソン日本代表選出2018年10月7日、シカゴマラソンで3位に入着し、2時間5分50秒の、日本新記録を樹立した。同年2月の設楽優太の記録を更新する、日本人初の5分台を出し、 日本実業団陸上競技連合より、マラソン日本新記録を出した選手に贈られている、報奨金1億円を手にした。2019年3月3日、東京マラソン2019に出場したものの、霊雨による寒さが災いしてか中間点付近で、戦闘集団から脱落し、結局2 9トル付近で地震発の途中、危険に終わった。 2019年9月15日、マラソングランドチャンピオンシップに出走。スタート直後から一人だけ飛び出した、男子マラソン、全日本記録保持者の設楽優太にはついていかず、第2集団で待機。1 5トル以降から徐々にペースダウンした設楽との、差をじわじわ詰めて、3 7トル過ぎで、ついに逆転。それからは優勝した、中村翔吾。 2位のハットリー・サムバラと、激しいデッドヒートを繰り広げた。だが、ゴール直前の 41.5km 地点で、中村のラストスパートに遅れを取り、さらに 42km 手前ではハットリにも、かわされてしまい、結果3位でのフィニッシュに終わる。これにより、大葉様の東京五輪男子マラソン代表入りは、その後の MGC ファイナルチャレンジの結果次第となった。 2020年3月1日、東京マラソン2020で4位に入着し、2時間5分29秒で、自身の持つ日本記録を21秒更新した。同年3月8日、美和湖毎日マラソンで、大は様の記録を超える、日本人選手が現れなかったため、大阪が、最後の3番手で2020年東京オリンピック、男子マラソン、日本代表に決定した。 2020年12月4日、第104回日本選手権1万メートルにおいて、27分36秒93のゴールタイムで自己記録を更新した。2021年3月5日にユーチューバー初投稿として、同年2月28日に、最後の開催となった第76回琵琶湖毎日、マラソンで、鈴木健吾に、 男子マラソン、日本記録を33秒更新されたことに関して、コメントを寄せている。ラストランの東京五輪男子マラソンで6位、入賞2021年7月29日、同年8月8日に、北海道札幌市で開催される、東京オリンピック男子マラソンを最後に、現役引退することを、自身のツイッターで発表した。 2021年8月8日、2020年、東京オリンピック男子マラソンでは、レース序盤から、男子マラソン世界記録保持者で、エリウド・キプチョゲ等のいる、戦闘集団へ、積極的についていく。同日本代表の中村翔吾は、優勝争いにはつかず、第二集団で、後方待機、中間点手前では、ハットリー・イサムバが、戦闘争いから脱落する中、 大阪は粘って優勝、メダル争いに食らいついた。3 0トル過ぎ、東五輪で優勝、金メダル獲得のキプチョゲの、ロングスパートで集団がばらけると、大阪はやや遅れを取り一旦は8位あたりまで下がる。その後3 6トル付近で、大阪は2人の選手を抜き去り、前方の選手たち必死に追いすがるも、五輪メダル獲得は、あと一歩及ばなかった。 それでも大葉様は2時間10分41秒で、ゴールタイムで6位に入り、日本勢では2012年ロンドンオリンピックの中本、ケンタロウ以来、9年ぶりの男子マラソン種目での入賞を達成した。フィニッシュ後、記者からインタビューを受ける大坂は、これが最後と思いながら走り続けた。皆さんにメダルを期待してもらって、僕自身もチャンスがあればと思った。 メダルは取れなかったが、自分自身の力は、すべて出し切れたと思いますと、時折涙で声を詰まらせながらも、充実した表情を見せた。東京オリンピックから約1ヶ月半が過ぎた2021年9月28日、大は様自らオンライン形式で取材に応じ、東京五輪のラストランを、僕自身の集大成、完全燃焼ができたと振り返る。 現役引退後の現在は、自身が立ち上げた育成プロジェクト、シュガーエリートなどを通して、更新の育成などを行い、今後は、僕なりの情報を提供して、皆で強くなってほしいと語っていた。2021年11月7日開催の、第53回全日本大学駅伝では、自身初めてのテレビ解説者としてデビュー。さらに、今大会限りで最後の実施となる、 同年12月5日結行の第75回福岡国際マラソンでも平和大陸上競技場にてメイン実況の瀬古俊彦らと共にゲスト解説を担当した。ありがとうございます。